こんにちは下坂理子ですインスタグラムを上手に活用するコツとして上手な投稿を作る方法としてキャンバを紹介させていいいたただきたいと思いますすでに多くの方が知っているツールかもしれませんがこちらは非常に無料でプロ並みのツールができますし是非今回のチャットボットと組み合わせて楽しい投稿をしていただきたいと思いますので少しだけ解説させていただきます。 まずこちらはですね無料で使えますで実際の画面で一緒に操作してみたいと思いますこちらがキャンバの画面ですね無料で使えますのでぜひご活用いただけたらと思いますまず右上のデザインを作成を押しますそうしましたら今回はインスタグラムの投稿だったりストーリーズだったりしますのでインスタグラムの投稿を選びたいと思います押します 押していただきますとインスタグラムの投稿真、まあ、四角が出てきましたそうしましたら今度はですね左側のテンプレートというところを押してください押していただきますとこのようにさまざまなテンプレートを見ることができますこれを使えばですねあなたもすぐにプロ並みの投稿ができますので是非使っていただけたらと思いますでは例えばこちらのですねひまわりのものを クリックしてみましょう、はい、クリックしましたら早速こちらに文字と画像が入りましたもうこれだけで投稿で使えますよねで今回は例えばじゃキーワードを入れていただくようにしたいのでこちらの文字を変えていきたいと思いますこちらのマウスを持ってきていただいてカチッとしていただきますとカーソルが動きましたそうしましたらいらないものは消していただいて プレゼント中と入力しました。で、このように文字が大きい場合は、これをクリックした状態でこちらですね。文字の大きさを変えるところがありますので、こちらで、はい、ちょうどいい大きさにしていただけたらと思います。こちらでもできますね。はい、このようにしました。で、こちらに何かプレゼントの補足文章と受け取り方を入力したいと思います。 はい、このように入力ししてみましたコメント欄にプレゼントと入力いただくと夏のお料理レシピを受け取れますとちょっとお料理研究家の方みたいな感じでやってみましたでですね例えばえっとコメント欄が分かんない方がいらっしゃいますのでコメント欄の方に矢印を持っていっていただいたりするとより分かりやすい投稿になるかと思いますちょっと大きくしたりして読みやすくしてですねで矢印も この中キャンバーの中で用意されていますので例えば左側の素材というところをクリックしてくださいそしてこちらですね矢印と入力します矢印と入力してエンターを押しますそうしますと様々な矢印がこのように出てきました。 そして例えば、じゃあこの矢印を入れたいと思いますのでその場合、押します。押していただきますとこのように矢印が入りましたね。そうしましたらちょっと回転をさせてインスタグラムのコメントはここら辺ですので合う場所にちょっとこ,こ,、ね、こんな感じで矢印を入れさせていただきました。でで色がですねちょっとあの 色が投稿に合ってませんのでその場合はこれを選んだ状態でこの右上のカラーを押しますそうしますとこれに合う色が何か見つかるかと思いますので,そうです、ね、ちょいあこの色なんていかがでしょうか、はい、そしてここにですねあのここからみたいにちょっと入力したいと思いますのでその場合は関係ないところを押していただきまして左側のテキストとありますテキストを押します押していただきましたら はい、こちらに「込み出しを追加」「見出しを追加」と出てきましたので、まあ、どれでもいいんですけど「込み出しを追加」を押しますで。ちょっとすごく小さくなってしまいましたが、ちょっと分かりやすく大きくします。でこちらをクリックして「コメントしてね」としました。そしてこちらをこのように持ってきてでちょっとですね背景が。 少し背景があの同化してしまって見づらいですのでまた関係ないところを押して素材を押して例えばですね、えーとはい、例えばタグとやってみたらこんな感じのいい感じのが出てきましたのでこれを押し,ます押してここにこういうふうにやれば少し見やすくなるのではないかと思うんですよね。 こちちらのタグもですね、ちょっと色合いですとか色をほかに合わせたいと思うんですけれどもはいこんな感じで色を合わせてこのコメントしてねっていうのもちょっと目立たせてやってみました。 これは全面にやってこんな感じでインスタグラムの投稿として、まあ、プレゼント中ということとコメ,ントコメントをしてもらうということを書いていただいて。 はい、ちょっとデザインはですね今即席なのでこんな感じになりましたけれどもあなたなりのデザインを用意していただいたりとか、まあ、実際に今回あのキーワードを入力していただいたりコメント欄に入力していただいたりするのでそれが分かりやすくお客様に伝わるような投稿をしていただけたらと思います。以上大変簡単ではありますがキャンバ a の使い方も含めてお伝えさせていただきました。